どうもサーフゲームの鬼黒メガネでございます。今日はですね、ババン、こちら、ダイソーさんから発売されてます。これも新作ですね、タチウオ用ジグヘッドでございます。はい、これは200円です。200円、茨城県の上の方でもですね、タチウオが釣れるなんていう話を、まあ、数年前から聞いておりましてですね、そういえばタチウオを釣ったことないなということで、思ってた矢先にですね、まあ、こういったものが発売されているということを聞きつけてちょっと買ってみました。でこれジグヘッドだけじゃなくてですね、これにつける専用のワームというのもございます。こちらババン、タチウオ用ワームっていうのがあるんですね。こう2つ入りでございます。3.5インチ、90ミリ向こう入りということで、そうですね、ジグヘッドとワーム、こう断面をですね見ていただくと、穴ポコが分かります。これピントの問題、穴ポコが2つありましてですね、この上の穴ポコにこう刺すんですね。でこのフックもでかいんですよ。これ2番くらいあるのかな。これをこう刺すと、これでこう、本当はもっと刺しますよ本当はグッとね、これで、まあ、使っていくということです。じゃあ、下の穴ポコ何に使うのっていうとですね、これが、ケミライト。ケミライトの25ミリっていうのかな？ちっちゃいよね。ちっちゃいケミライト。これをですね、ぶち込むわけですよ。こう、ぶち込んでいただいて、こうこれでですね、こう発光させると、発光というか、目立たせるということです。今日ねいろいろ使ってみたんですよ。使ってみて私の感想なんですけれども、この手のあれですね、この手のジグヘッドは私は使ったことがないので、これはちょっとあまりね正しい情報は言えないかもしれないですけれども、何なんだろうこのね、返しじゃないんだよね。ボコってちょっと膨らんでるっていうだけで、これがね、もう返しの機能がね、ないんですよ。だから、こう巻いてて、使ってて、こう、あれ、なんですか、こう、どんどんこう、下がってくるんですよ。あれを思い出しました。ダイワのジグヘッド、ロデムを思い出しました。ずれてくるなっていうね、イライラ感。久しぶりにね、感じました。使ってて。下がってくる。隙間が気になる。っていう。これなんでなんだろう。ひょっとしたら、このケミライトをね、ここに挿入するっていうことだから、ひょっとしたら、ね、じゃあ2回3回使えるように、ワームを何日かに分けて使えるように、あえてこのワームにダメージを与えないような返しにしてるのかな。こうやって針でね、こうすればまあそんなに抜けないのかな的な考えでやってるのかなと思ったんですけれども、これもね、アクション、その
トゥイッチぐらいだったら問題ないのかもしれないですけど、これがねちょっと大きいアクションになってくるとですね、これがこうなるんですよ。こうなるの、抜けちゃうの。これはね良くないね。で多分ねこれもね、私のは多分予想ですけど、私の予想ですけど、多分この軸がね短いのかなっていうね。もうこうでしょ、こうでしょ、半分まで入ってるわけでしょ、これ軸がボディに対して。これがもうちょっと長かったら、これがもうちょっと長かったらすっぽ抜けるっていうことがねないと思うんですよ。これ本当よくすっぽ抜ける。こうなる、こうなっちゃう。これはねいただけないなと思いますね。ね最近レビューしましたダイソーのメタルジグね、新作メタルジグ、あれがちょっと良すぎたんで、あれがちょっと良す、自分の中で良すぎたから、だから今後もその出てくる後続の釣り具もさぞかしいいんだろうなというちょっと期待値高めで購入したんですけれども、おやおやと、おやおやという感じでございましたね。あーそうですね、似たようなこういうタイプのジグヘッドありますよね。私が今日あの釣り具屋さんに見に行ったのはブルーなんちゃらとかいうメーカーさんが2個セットで、1280円とかそれぐらいの価格帯のこういうやつがありました。こういうやつ、こう専用ワームなので、多分これもね使えると思いますけど、ね、こう棒があって芯があって、こうスポッと刺して、で針をこうやって止めるタイプのジグヘッドが2個セットで、1280円。そっちを買った方が無難だと思いますね。そっち買った方がいいと思う。これに200円、どうだろうな、あんまりおすすめしないかなっていう感じです。はい、そうですね、まあせっかく買った、これ私3個買ったんでね、3個買ったんでとりあえず、まあ、これを使って魚を次はね釣りたいなとは思うんですけれども、ちょっとあんまり、おすすめはできないよというお話でございました。タチウオ釣ってみたいですね。はい、以上黒メガネでした。バイバーイ。